ジョイジョコムでーす。僕って東京理科大学の工学部機械工学科出身じゃないですか。今回はですね、まあ、工学部機械工学科4年あるんですけれども、4年からは研究室なんで、まあ、1から3年のね、通常のカリキュラムの、まあ、有能さというか質の高さについて話しますわ。でまあこのカリキュラムがですね、めちゃくちゃ有能というかいい感じに組まれてるなって最近働いてみてですね、すごく思うんですね。まあどういうところがいいのかっていうのは、やっぱりね、東京理科大学ってなんとなくなんですけれども、社会に出てからも、まあ、活躍できる人材を輩出するみたいなところを大事にしてるような感じがあって、まあ、社会で必要とされる能力の素地みたいなところをがっちりこう基礎力としてね、育めるようなカリキュラムが組まれてるなっていう印象をすごく持ちますね。まあこれは同期、理科大の同期とかを見てても思いますし、まあ僕自身社会で働いてみて、やっぱ理科大の学びが生きてるなっていうところがすごくあるんですね。まあ具体的には僕は工学部機械工学科っていうね、葛飾のね、金町キャンパスっていうところの出身なんですけれども、やっぱね、今メーカーに勤めてみて思うのは、メーカーで必要とされる機械工学的な考え方ね。まあこれは単純に四大力学っていう機械科で学ぶ力学系があるんですけれども、そこら辺の知識とか、あと大きいのはね、やっぱ文章をしっかりとしたフォーマットで書く能力とかね、あとメーカーの場合なんかは設計製図みたいなのをよくするわけですよ。そんなとこで、まあ JIS とかに沿った製図図面の書き方、読み方だったり、まあ CAD CAE のいじり方みたいなのがね、まあ学部3年まででしっかりと身につけられるようなカリキュラムになってるので、そこがね、マジで大きいんすわ。だから結構ね、社会人なったらがっつり学ばなきゃいけないみたいなのが人によってはあるのかなっていうのが思うんですけれども、理科大出身の場合はそんなことなくて、ああまあこれ大学でざっくりこういうことやったし、まあ、ここの知識が必要なんだろうなとか、まあそのまま即戦力的に働けるっていうところが、まあ、実現できてるんじゃないかなと思いますね。まあそういう意味でカリキュラムの質の高さっていうのはすごく思いますね、理科大の。まあ多分理科大ってこうトップの大学すぎないっていうところがいいのかなと思ってて、多分そういったカリキュラムを組む人たちの中にもある程度こう産業界からの出身者の意見が反映されてるんじゃないかなと思いますね。実際に工学部機械工学科の教授でも大学行って博士取ってどっかのポスドクみたいになって助教で教授になるみたいなルート以外の人も普通にいるんですよね。外のメーカーとか見てみてざっくりこんな感じかと体感した後に学の世界に戻ってくるみたいなのもあって、多分そういう背景もあって産業界の雰囲気もなんとなく察した上でカリキュラム組まれてると思うんですよね。だからこうもう学術的な方向に行き過ぎず、頭でっかちになりすぎず、まあ、産業界で活躍できるみたいなところを大事にしたカリキュラムが組まれてるんじゃないかなと思うわけですね。まあ理科大は実力主義なんて言われますけど、まあしっかりとこう社会に出てね、あんまり違和感なく働けるような素地を作ってくれるところ、それがまあなんか学部のカリキュラムでものすごく良かったかなと思うことですね。まああとはちょっとおまけ的なんですけど、理科大って普通に忙しいんですよね。課題多いし、実験とか製図とかレポートとか毎週ずーっとやってた記憶がすごくありますんで、そういう意味でなんか社会に出てからの無茶ぶり対応力みたいなのもついたかなっていうのも一ついいところかなと思いますね。その他やっぱそういう環境でね過ごしてきたわけなので、まあ当然同期とかも有能なわけですね。だからまあ僕もねたまに同期に会ってなんか最近どうなんですかみたいなことを話させていただく場があるんですけど、まあやっぱ活躍してんなっていうか、そんな感じですよね。